毎週月曜日は福岡をこよなく愛するフランス人のセボさんが、泡も冷たか、あればきっと役に立つ生活便利アイテムに注目します。バリエモン、どうもセボさん、どうしたの、こんにちは、おはようございますセボさん。あくん、なんか暑いね、暑苦しいね。いやいやいや、もうちょっと爽やかにできないのかな。の番組朝だからね。まだまだ暑さが続く中、お家で涼しくなりちゃうのがこちら。なんじゃこりゃ、コップみたいな感じだったから、普通のコップ、普通のコップ、このコーナーでは普通のカップとか紹介すると思ってる。怒ってる、怒らせちゃったこちら、もちろん普通のコップではなく、シャーベットやスムージーが作れる優れもの、スラッシュシェイクメーカー。内側のコップを冷凍庫で一晩凍らせたら、好きなドリンクを入れて混ぜるだけ。混ぜ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 、楽しそうに混ぜてるね。来てる、わー、何これ、シャーベットみたいになってる、何これ。オレンジジュースが7分ほどで本格オレンジシャーベットに。容器凍らせてるだけで、冷たくてうまい、冷てー、うまいね、最高だね。まだまだ暑いからね、冷やされたコップが内側に冷気をため、ドリンクを徐々に凍らせる仕組み。混ぜれば混ぜるほど固まるので、お好みの硬さに調整できます。しかもミキサーのように面倒くさい後片付けは必要なし。ありがたい。そして最大の魅力はアレンジの幅広さ。健康が気になるっていう方でも、ヘルシーな材料を選んでいただければ体に良いもので楽しんでいただくことができます。例えばいちごのヨーグルトを入れて混ぜると、ヘルシーなフローズンヨーグルトに。美味しそう。セボはね、大人だからお酒を入れて飲んでみましょう。収録中でございます。大人のあなたには、市販の缶チューハイで作る粋なカクテルを。おお、幸せだよ。そしてスイーツの秋におすすめなのがキャラメルシェイク。キャラメルラテにお好みでトッピングしたら、お店のような本格ドリンクに。すると休憩中、このおしゃれドリンクを持って澤田アナがある人のもとへ。マリさん、お疲れ様です。お疲れ。日本一おめでとうございます。ありがとうございます。何これ。そう、先日、日テレ系アナウンサーでおしゃれ日本一に輝いた伊藤アナへプレゼント。おしゃれドリンクが一層映えてますね。似合いますね。あ、本格的、美味しいですよね。え、すごい。あ、いいね、このキャラメルの風味と。本当お店で飲むような感じでね。伊藤舞さん、会いたい。伊藤舞さん、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 会いたいのに。連れて行ってあげればよかったね。本当ですよ。椎葉さんにもね、伊藤アナと同じキャラメルシェイクをご用意しました。伊藤舞さん、伊藤舞さん、椎葉さんはいいですよ。どうですか。うわ、美味しい。あ、混ぜただけでこれできるのすごいいいよ。確かに、美味しい。冷たい、本格的ですよね。なんかカフェみたいですよ ね。チャリチャリしてる。はい、続スラッシュメーカーで検索ください。